桜や梅桃などの樹木を食い荒らす特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害を防ごうという調査がきょう大和郡山市の郡山城跡で行われました食害がひどいと樹木を枯らすこともありうる特定外来生物クビアカツヤカミキリの樹木の被害は広陵町や斑鳩町など北中和地域で広がっており 把握しようと調査は県が今年度から県内の桜の名所などおよそ20か所を重要監視地点として始めました今日は大和郡山市の市民団体や樹木イラが参加およそ800本の桜が植えられている郡山城石で桜の幹に首やカツやカミキリの幼虫が寄生していないかを確認してまいりました 成虫を見つけて捕獲するっていうことと、合わせて木の中に入った幼虫を退治するっていう、ことが必要です。定期的に見回りに行っていただいて、早く被害を見つけて、あの早めに防除を始めればあの、薬も効きやすくて、効果的な防除ができるので、そういうことがやっていけたらなと思ってます。